夏目蓮華のガチカワコンペ2分でわかるプレゼンボードの注目ポイント、スマホで楽しむアプリ提案書編。それでは早速いってみましょう。フワランプカランは育成ゲームのアプリ、育てるフワランプカラン、流されたっていいじゃない、黄色に染まるよという素敵な企画です。流されやすいフワランプカランの特徴を生かして自分好みのフワランプカランを育てることができるのはとても面白そうですね。他のサンリオキャラクターと遊ぶことができたり影響を受けたりするのはサンリオファンにとっても嬉しいポイント。フワランプカランどうやったらグレちゃうんだろう、気になりますね。プリプリウンピーズのスマホで楽しむアプリ提案書はウンピー、とっても可愛いトイレマップアプリになってます。トイレがどこにあるかどうか、そしてそのトイレの情報が見られるということでとても便利ですね。なんとトイレランキングなるものもチェックできるんですね。トイレレビューを見ることができたり、おむつ交換台があるかどうかを確認できたりなど、すごく便利な気がします。歩いてウンピーを育てたりなど、アプリとしていろんな拡張性がありそうなのもすごく良いですね。ホップホップベイビーズのアプリはウルルーのお世話をしようというゲームアプリですね。ホップホップベイビーズの子育てというコンセプトに沿ったゲームがたくさん遊べるのはもちろん、離乳食作り、おむつ替え、寝かしつけなど昼の母さんを手伝うと同時にたくさんのことを学べるのも嬉しいですね。ホップホップの森の様子も見れたり、チーク系のゲームがあるとより幅広い層で楽しめるのかなと思いました。月の裏のレストランはハッピームーンデイズ、月を拾いに行こうという育成ゲームのアプリです。月や星を集めてキャラクターを育成していき、お料理を作ってくれるようになるんですね。月、星、星座、お料理のレシピなどいろんな情報だけでなく、とても勉強になりそうなアプリだと思っています。選んだキャラクターによって個性も変わるんだろうなと思ったら、ボリュームがあって熱中しちゃいそうですね。カブリンボクラブはカブリンボクラブオンラインという SNS 配信アプリの提案書。かつてのチャンリオを現代風に、そしてカブリンボクラブの世界観を取り入れたイメージですね。自分だけのカブリンボパーカーを作る、自分自身がサンリオキャラクターになれる SNS は新しいですね。カブリンボクラブに入会したみんなとコラボ配信できたりするのかな。今からワクワクして待っていたいと思います。以上、スマホで楽しむアプリ提案書編のメレンゲ推しポイント紹介でした。紹介したプレゼンボードの全貌が気になった方はぜひ NEXT かわいいプロジェクトの公式サイトで全体が見られるので要チェックですよ。